結構ねインチキ泊まりがサバか、うん、金じゃねえんだろどうせこれ。うひゃなんかこの妖怪三国志のこれゲームの方だね。暴走乗るかするか、なんとサバカでゲットしちゃったよ。これサバカでいけんのかな、倒せんのかなこれ。はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回はねこれサブアカなんですが、そうなんだよね、暴走乗るかソルカを10連でね、ガシャゲットしてしまったので、ちょっとねこいつの強さを見ていきたいなと思います。ちょっと使ってね、やってみていきたいと思います。天地シェンマをね、まあ今のところ一応技レベル3でレベルもね、ちょっとサブアカなんであんまあれなんでね、レベルが50までいっていないんですが、 G は2までやって全ての種族アップもね 2% までねいってるので、このノルカソルカの真の姿であるフワと争いのゴンゲがさらに暴走、元の2人の限界をはるかに超えた力で破壊の限りを尽くし世界を混沌へと貶めるということで、まあ、フュージョンですよね。今ねミケッティオがフュージョンで生まれたんですが、うん、まあ、ちょっとねこれでサブアカなんで、ちょっとウォッチがねアニマスしかないんでね、まあ、ウォッチ効果ゼロなんですが、うん、まあこれでね技レベル3ぐらいでもね倒せるのかちょっとやっていきたいと思います。一応今ね天地師武道会まだねサブアカで10連勝中なんだが、まあ、今回ねみんな武将妖怪出てくるっていうことで、はい、なんかね楽しい感じですよね。そしてミッションがねこんな感じなんで、うん、まあ連勝とかもね楽しんで、横取りまあカイラこのアカウントはいらないんじゃろうと思うけどね、やっていきたいなと思います。そしてね一応暴走じゃねえな、妖怪三国志でナンバーワンキャラの天地シェンマ、ぜひちょっと ZZ にしてほしかったんだけどね、まあ、これ暴走乗るかソルカね活躍度大なんで、これのね、ダメージ具合もちょっと見ていきたいなと思います。はい、結構ね強いよねノルカソルカね、うん、ノルカソルカすらあれ多分どうなんだろう、妖怪をプニプニってノルカソルカいるんかな、わかんないけどね、いきなり暴走なのかな、うん、という感じで、まあね普通の集会はねメインアカウントだったら暴走カイラがいるので全然苦労しないんだけどね、これは暴走カイラいないアカウントなんで、まあそれでもねまあこんな感じでなるべくね溜まった状態でスタート妖怪を使って周回してるって感じかな。はい、じゃあちょっと周回してね天地シェンマ出してちょっとね戦ってみたいと思います。4ポイントだけだ、うん、まあ、こんな感じでジバニャンとかもいるんでね、フユニャンもいるし、なんか強いのでも1個もいないけど、今後なんか強いの出てくるのをねちょっと期待したいかなと思います。はい、53連勝までね来たんですが、53連勝のとこで、うん、超運のね兜が揃いましたね。横山光輝の超運の兜そっくりだね。ということでゴルニャン超運ゲットですね。妖怪三国志、国取り王子じゃなくて妖怪三国志のマークだね。はい、というわけでゴルニャン超運、まああんまりダブりなしでゲットできましたね。はい、じゃあ次スキルね頑張っていきましょう。そして出ないね展示し、はい、やっていきましょう。はい、あまりにもエンマが出なくて100連勝しちゃいました。100連勝するとね750ポイントですね。というわけでやっとね出ましたね。10連勝は多分絶対出ると思うんですけど、100連勝まで出ないということで、だからね武道会って嫌われんだよね。はい、じゃあちょっと早速やっていきましょう。メンバーはね
なんだかんだ言ってレベルが上がったので、こんなメンバーでねやろうと思います。自分の手持ちのサブアカのね、まあ、エンマ族で一番マシかなっていうメンバーですね。結構いいかな。技レベルもこれはプニットショットだったんでレベルが、技レベルが高いな。技レベル一応3でいきます。もう4にもできるんだけどね、レベルももうちょっと上げられるんだけど、なんかいけるような感じがするんで、リンネね、自身のプニがつながりやすくなるので、フィーバー早くね、いってほしいかなって感じで。はい、じゃあとりあえず使ってみたなんで、やってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。まあ技レベル3でね、調整乗るかソルかサバか、まあウォッチもね特にないしという感じだけど、行きましょう。ヒットポイント307,000。あ、まあいっか、もう使っちゃうよ。750のダメージが675だね。1割カットかな、 10% カットかな、15% かな。650、お前やっぱ 10% カットだな。あんまりカットじゃないね。ということでフィーバー向かって、結構フィーバー楽にいけるね。ヒットポイント半分ある。オルカソルカを G にしたいんだが、少ねえ、2個しかねえ。リンネ反撃はいくつだったかな、ちょっと見えない、なんか見えないな。あ、いったね、30万いったわ。ノルカソルカ G 技あったら30万いくね。これはワンパンというわけで、ガシャさえうまくいけばね、なんとかなりそうですね。弱いアカウントでも。はい、というわけでとりあえずねクリアしました。次にねゲットしたいなと思います。チャレンジステージも解放。なるほど、技レベル3で倒せましたね。はい、というわけでね、とりあえず、まずは調整じゃねえや、暴走乗るかそるかだけでね、倒せるのかっていうところで倒すことができました。ただ100連勝して2回しかね出てこないんでね、どうなのよって感じですね。チャレンジタイムはちょっとまた今度やろう。これは必殺反撃効果無効化一緒だね。これは誰なんだ。あ、これはノルカソルカなんだ。へえ。はい、まあこれはねまたいいでしょう。はい、というわけで100連勝したおかげでねスキルの方まで行っちゃって、はい、そんな感じなんですけど、まあ一応ね技レベル低いんですが3なんでね、まあちょっと G おまけついてレベルも上げて技レベルもなんか4とか5だったらもしかしたらフィーバー行かずにねワンパンいけんじゃねえのかなっていうところ、スキルもねちょっと1個だけ上げてるんだけど、はい、という感じでなんか暴走乗るかそるかさえいれば簡単なイベントになりそうかなっていう感じがします。はい、というわけで暴走乗るかそるか使ってみました。すべての種族ダメージアップ、一瞬で数え切れないほど消すはまあまあ今後も使えるんじゃないのかなっていう感じで、はい、次回のね2日なんだよね。なので18日にもしかしたら最近は超アップじゃなくて普通アップが来るのか、ということで暴走ノルカソルカね強いので、まだそんなに自信のない方はねぜひ暴走ノルカソルカをゲットして倒しに行くのがいいのかなと思いました。はい、じゃあ次はね特攻なしでねメインヤカでね倒していってゲットもねやっていければと思います。今回は今のところ2アカウントね、天地シエンマ、天地シエンマって妖怪三国志で本当最強キャラだからね、マジでこの ZZZ ランクぐらいにしてほしい勢いではあるんだが、まあ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 いいでしょう。ということで今回どうなのな、なんか、まあ、実は今メインアカの方もね
もう進んでて、結構横取りももしかしたらね結構ドロップするんで、あのアイテムね、なのでなんとなく横取りもいいのかなって、前回のね、プニットショットもそうだけど、 なんとなくなんか一時期あった超難易度高いっていうパターンじゃないのかなっていう感じはしますかね。はい、じゃあ今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、そうだよね、ゴルニャンもねちょうど一緒にゲットしましたね。なんで、はい、こいつは鍛えるかな。攻撃力アップサボりだからまあまあいいのにね、もったいないなって感じですね。はい、じゃあ今回こんな感じでします。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ちょっとやりやすいかもしれないですね。